青のワンピースです。配信場所をちょっと映してみました。日光浴びて、なんか日光浴びると目が覚めるじゃないですか。なので日光浴びせて体を起こしています。この配信は50分までです。50分まで。ポン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 。めっちゃ自然光めっちゃ自然光を感じてます。でも多分ね、逆光になってますねこれ。まさかの逆光、逆光です。こんにちは。お台場ノーンナウ。お台場、お台場ってガンダムおるとこやんね。なっちゃんこんにちは。こんにちは。お、健康診断行ってきた。健康診断わずやん。健康診断ってすぐ結果わからんのかいね。ドキドキじゃね。2週間ぐらいか。マックのポテトじゃなくて市内に飲みに行ってきたって。うわー、いいね。健康診断で、健康診断って断食しなくちゃじゃんね。日常を取り戻せた。 STU 健康診断ないのって。ない。自分で行かなきゃいけないやつ、もしかしたらあるんかもしれんけど、私は絶対何かしら問題がなんか出てきそう。そう、自分で行かんにゃいかんよね。みんな今すごい健康診断の季節みたいじゃけん。健康診断の季節がやってきちゃうけん、なんか私も気になってきた。健康診断。
こんにちは。じゃけー、そう、じゃけーは広島弁。広島県民はじゃけーって言います。かわいいよね。私は山口県人なので、何々何々ちゃんとか、何々何々なそうとか使います。それちゃん。しかし外は暑い。いや、めっちゃ暑いと思う。私クーラーの効いた今部屋にいるけど、日光浴中だけど背中がめちゃめちゃじりじり暑いもん。じりじりってるので、今日は暑いです。私もう最近さ、外に出るときさ、日傘が必須だよね。日傘をさ、ずっと差して行動してるとさ、なんかちょっと人混みのところってさ、日傘閉じた方がいいじゃん、みんなにぶつかっちゃうから。そのちょっとの瞬間でもめっちゃ暑って感じるもん。熱気がね、そう、ゆきさん、熱気がすごい。なっちゃんも気をつけてねって。ありがとう、みんなも気をつけるんだよ。こんにちは。熱気と湿気が、車の中だけど黒だからエアコン入れても暑いって、なんからしいね。エアコンをつけて車でマッチョくだけでもなんか命に関わることあるらしい。やけん、ほんまに炎天下の中の車はめちゃめちゃ気をつけなきゃだよね。みんなも気をつけてね。熱中症警戒アラートが出てる都道府県40箇所。いや、もうほぼやん。47都道府県40箇所じゃあもう今日日本はめちゃめちゃ夏ってことだね。今日はめちゃめちゃ夏です。スイカ割りしたい。お疲れ様です。左右のドア開けてドア何回かバタンバタンしたら空気の入れ替えってこと？空気の入れ替え大事なんか。まーちゃんも気をつけてねって。ありがとう、マサパンダくん。めちゃめちゃ心配してくれる、ありがとう。乗り降り多いからこんにちは。そういうことか。逆にな、ドアを開けて熱い空気を逃がさないかんのか。夜勤だけど暑くて眠れない。いや、そう、あ、私さ、そうなんかもしれん。最近夜さ眠れないんですよ。眠れない理由って熱帯夜のせいなのか。これはそうなんかもしれない。もしかしたら解明しちゃったかも、眠れない理由。タオル濡らして置いててもあっという間に乾くって。でも洗濯日和っちゃ日和よね。洗濯物がよう乾く。
奇跡的になったれめっちゃ噛んだ。奇跡的なタイミングで休憩入れたんだが、これはもう愛だね。俺ひもおじさん、卵は違うか、卵じゃないか、ひもおじさん、俺ひも王子、はじめまして。そう、なんかタオルって星になるんですよ、なんでなんか分からんけど。人間も車も大変だ、大変。え、私さ、もうなんか最近さ、日傘しててもなんか紫外線がなんかじりじり来るような気がしてさ、アームカバー、なんか UV カットのアームカバーを買ってみようか悩んでる。夜でも25度を超えるからね、エアコンつけんと眠れ。そう、なんか私の部屋のエアコンさ、なんかね、温度調節がマジで下手くそなんよ、私のエアコン。なんかね、エアコンつけたらガンガンに効いてね、なんかね、めっちゃ寒くなってね、ちょっと消してしまうんよ。そしたらすぐ暑くなるんよ。もうなんか大変なの、エアコンちゃんが、エアコンちゃんが本気出しすぎるの。シーツ洗濯して干すと夜まで冷めなくて熱いもん。すごい。外は洗濯日和ですが、ゲリラ豪雨でびしょびしょになるのは怖くて、ちょっと、でもゲリラ豪雨がね、なんか来る、来てる場所あるっぽい。なあちゃん、なんだい、伊豆ちゃんさん。おお、って、雪かと思って。自動にすればいいやんって。エアコンちゃんって。あ、確かに自動にしたらいいんか。そうか、あ、でも自動にしたらどうなるんやろ。確かに。エアコンちゃん、紐に憧れる人もいる。紐それでは壇上を読んでいこうかな。13位英語さん、ありがとうございます。12位シルバニ使いさん、ありがとうございます。11位ピノンさん、ありがとうございます。10位ヤマトさん、ありがとうございます。9位西村さん、ありがとうございます。8位シゲさん、ありがとうございます。7位リスちゃん、ありがとう。6位ジトクさん、ありがとうございます。5位ユッティさん、ありがとうございます。4位およもちゃん、ありがとうございます。3位イエローフィッシュさん、ありがとうございます。2位イレブンさん、ありがとうございます。そして第1位ケンジー、ありがとう。それでは皆さん、そう、もう終わりなの。次は4時37分、14時37分からです。みんな待ってます。4時37分にまた会いましょう。細かって、そう、4時37やけん、めっちゃ刻むけん、みんな待ってるけん、待ってます。じゃあねん、次の枠も星投げカウントよろしくお願いします。バイビョーン。